岡県のラジオネームてんちゃんからのお便り。いじめは良くないと思います。そうだよねてんちゃん、いじめかっこ悪い。おはようございます。放送30分前ですよ。ああそうだな。梅さんは？さあな、アパートでメソメソ泣いてるんだろうよ。それが分かってるなら電話してあげれば。やる気ないんですね。見ればわかんだろ、俺がここにいるのはこのちんけな企画番組が華々しく散る様を見届けるためだ。もうダメだ、キャリアが砂の器のようにボロボロと崩れていく。母さんや勝美になんて言えばいいんだ。こんな企画番組に参加しなければよかった。泣いてたってしょうがないでしょう。放送するんですよ。泉さん、 CD はCD はどこにあるんです？用意してないわ。じゃあなんでここにいるんだ？再就職先が決まってないからよ。孤軍奮闘だな。一人じゃ何もできないくせに。僕は悪くありません。探しは部長に提出してありますから、できれば配置転換を。はい、何でもありません。わかりました。変わりますから、今のは内緒で。はい。松さん、磯崎さんから。編成やのか。とっとと出ろって言ってるけど。わかったよ。何の用だ、磯崎。腐ってる？当然だ。お前、俺を茶化すために電話してきたのか？ひどいな。やるじゃねえか磯崎。伊達20年編成やってねえな。俺に足切りされてる軟弱野郎とは大違いだ。今度飯でも食おう。もちろん俺のおごりだ。よろしく頼むぜ。じゃあな。運が向いてきやがった。どうったのマッツァン。なんでもねえよ。おはようございます。資料室からリクエスト用の CD を持ってきました。ご苦労だなロボコ、 AD の真似事までやるとは。増田松さんに言われたんです。そうかそうか、上司に歯向かったらダメだからね。そんなバカ正直に行動してるお前に素敵なプレゼントをやろう。今日の放送はお前に任せる。思う存分やれ。本当ですか？ああ、無理だと思うがね。わかりました。頑張って頑張って頑張ります。何言ってんの。そんな簡単に引き受けないでくれよ。梅さんはいない、泉さんも協力してくれない、誰も何もしてくれない。あるのは菅さんの本だけだ。そんなんで放送ができるはずないだろう。どうしてですか？
デンスケさんは放送する気がないんですか？あるに決まってるじゃないか。俺はそのためにこの場所にいるんだから。じゃあ頑張りましょう。頑張る、俺が。はい。やるよ、やってやる。今までの放送より面白かったってリスナーに言わせてやる。デンスケ君輝いてるよ。ダメのダメダメだよ。他に方法がないでしょう。ヘッポコの君には無理だってば。無理でもやるんだ。頑張ってね。ヘボ AD のディレクションか。こいつは見物だぜ。というわけで、先々週のゲスト大河原さんの特製デスメタル CD の当選者は東京都にお住まいのペンネーム、やべえ、決定しました。ああ、また。いいよ、光ってるよ。今週は番組子供グループ子供時代新人教育にしてはちょっと大胆すぎないかしら。時には荒療治も必要だ。答えを書いて。そうね。荒療治は必要だわ。ディレクターのデンスケさんやチーフの増田松さんがお見えになりましたぜ。頑張っていいとこ見せてね。そう、120、121。どんまいどんまい。黙ってろ。怖い怖い。恒例となったあのコーナーです。お楽しみに。街角インタビュー。コーナーが一つ終わっただけなのにもう123回も失敗してる。数学的には美しいけど、ああそういうことじゃなくて。デンスケさん、リラックスしてください。 Q シートの通りに進行させればいいんです。私は予定にある時間通りにトークを終わらせますから。デンスケさんはテープと曲のタイミングを間違えないように。ロボットがそんなこと言うな。君と違って俺は人間なんだ。失敗したってしょうがないだろう。今度は泣き言か。デンスケさん、失敗は誰にだってあります。ですが失敗しないように努力することはできるはずです。頑張りましょう。分かってるさ、そんなことぐらい。だからやろうとしてるじゃないか。CM 終わりました。ごめんなさい皆さん、少しお聞き苦しい点があったことをお詫びしますね。それでは気を取り直して恒例になったこのコーナーを始めたいと思います。CD は？リスナーの方からお手紙をいただき、言いたいこと、やったこと、何を？どんなことでもマイクに。なんでこの CD がここにあるのよ。どしどし応募して。ロボットのくせにこんな陰険なやり方をするわけ。まず最初はリクエストですね。曲は佐藤真知子さんの。ちょっと泉さん、この曲は以前亡くなった時に聞いたんですけど、なんとこのお手紙はロサンゼルスからです。どういうつもりよ。スタッフの人が入ってきてしまいました。まだ本番中なんです。どうしてこの曲をかけるのかって聞いてんのよ。すげえアクシデントだな。今は放送中です。私はアンドロイドパーソナリティとして放送を続けなくてはなりません。ロサンゼルスからリクエストしてくれたのは、お手紙。まだ言うの？お手紙をくれたのは人気絶頂の音楽プロデューサー高藤健二さんです。こんばんは舞子ちゃん。はい、こんばんはです。リクエストした恋してキスは僕が初めてプロデュースした作品です。やめなさいよ。何の権利があってそんなことするの。スタジオで歌う彼女の声を聞いたとき、彼女は10年に1人の逸材だと僕はそう確信しました。今でもその思いは変わっていません。やめて。ですが彼女が所属している事務所は1日でも早く売り出したいと主張してきました。短命のアイドルでも構わないと。僕は必死に抵抗しました。才能があっても彼女はまだ歌手としては未熟です。だからゆっくりと育てなくてはならない。僕はそう思っていました。結局事務所側に追い出されるように僕は佐藤真知子さんのプロデューサーを辞めることになりました。
その後、何度か彼女と連絡を取ろうとしましたが、会うことは叶わず、今に至っています。ですが今も、恋してキッスを聞くたびに、彼女のことを思い出します。先日、日本放送の人から、佐藤真知子さんが舞子ちゃんの番組のスタッフにいるということを教えていただきました。佐藤真知子さんに、いえ、泉に伝えたい。もう一度会いたいと。そしてもう一度、この曲を彼女に送りたい。というお手紙でした。高藤健二さんが泉さんに送る曲です。お聴きください。佐藤真知子さんで、恋してキス。シリオン。すごいよ、舞子ちゃん。持つぞ。だからお前はヘボだってんだよ。こんな美味しい場面でつまみを下げるやつがいるか。泉さん、私の中に嘘をついていいというプログラムは存在しません。正直に行動することしかできないんです。ですからこのお手紙を選んだ時伝えたいと思いました。ラジオの電波に乗せてリスナーの皆さんに、そして泉さんに。だったら私に直接言えばいいじゃない。でもこれは番組に来たお手紙ですから。融通の効かないアンドロイドね、ほんと。恥ずかしいったらあれしない。裏切られたってずっと思ってた。私ずっとあの人を恨んでた。聞いてたんですか。なら話は早い。ここは職人ミキサーの仕事場だ。頼むぜ梅さん。佐藤真知子さん、このお手紙受け取ってください。輝いてるじゃん。編成部員のカッチンです。先日大学時代の仲間とサバイバルゲームをやりに行きました。僕はナイスなスナイパーだから物陰に潜んで相手の出方を伺ってたんですけど、3日経っても誰も来ません。僕の作戦は完璧だったのに。しかもみんなどっかに行っちゃうなんてひどいや。次回アンドロイドアナマイコ2010、素直なんだよ。いやー、僕もよく言われるんですよ。お前は自分に素直なやつだって。